皆さんこんにちは、玉木二目の藤本と申します。今日はタマゾンで販売している、ハッカレー茶さんの、お茶の作り方をちょっとやってみようかなと思っています。1杯分の小分けのパックを買って、割るのはこの3種類こっちから茶湯ですね、あと牛乳、あと豆乳、市販のもので結構です。茶湯の方使ってまずちょっと作ってみたいと思います。温度はだいたい90度、まあ、沸騰する直前ぐらいのお湯を使っていただくのがいいかなと思います。1杯分って言ってもですね、結構量が多く感じられるんですけど、だいたい 28g ぐらい入ってまして、わーっとこれ入れていきます。だいたい1杯の目安が 150ml かですね。先にちょっとだけ入れて少しここでかき混ぜていきます。結構とろみが強いのでしっかりかき混ぜてあげてください。じゃあここに残りをさっと入れてしっかりここで混ぜてあげてください。香りが立つまでしっかりですねかき混ぜてあげるのがポイントになります。すごい簡単ですよね。ちょっと飲んでみよう。お湯で割ってるだけなんですけど、すごい中の穀物の風味とか味わいみたいなのが一気にこう口の中に広がってくるので、本当にお湯だけでもしっかり楽しんでいただけるんですけど、今回は他にちょっと2種類の割り方をちょっと提案したいなと思ってまして、まずは牛乳の方でちょっと割っていこうと思ってます。またこれ使うのはこのパックですね、 28g 入りのパックです。この2つは冷たいので先にちょっとお湯で割ってあげてください。でここでしっかり混ぜてあげるのがコツです。でこういう状態になったら、じゃあ早速ですねこの牛乳でまずは割ってみたいと思います。少しずつですね入れていただいて、だいたい 150ml ぐらい、そこの方からしっかりこうかき混ぜてあげてください。こうやってお湯で溶いてあげた後に冷たいものを入れていただくのもおすすめです。と飲んでみます。こっちで飲むとお湯と違ってちょっと牛乳の甘みとかも出てきて、すごくさっぱりと飲めるので、結構暑い時期とかそうですし、まあ、今だとお風呂上がりとかでもいいですし、そういった形でちょっと活用してみてもらうのもいいのかなと思ってます。これもすごいおすすめです。最後に豆乳をちょっと入れてみようかなと思ってます。これもちょっとお湯で割っていきます。豆乳を入れてみます。豆乳の分量をちょっと少なめに入れてみてます。もっとアイスで飲みたいっていう方は、まあ、ここに氷とか入れていただいてももちろん構いませんので、その時に自分の飲みやすいやり方で混ぜてもらえたらいいかなと思います。すいません、いただきます。やっぱり牛乳と違ってもっとまろやかさが出るっていうのと、味がしっかりこっちの方が出てるかなと思うのと、あとちょっと分量も少なめに入れたので、その分ハッカレー茶の味わいがしっかり出てきてます。抹茶商店さんのおすすめの3つなんですけど、もう一つ甘酒で割ってみたりとかもとても美味しかったりとか、あとはですねそのまま使ってヨーグルトとかにちょっと振ってもらっても美味しいですし、パンケーキの中に混ぜてもらって焼いてもらうっていうこともできたりとかで、本当に使い方はすごく広いものなので、ぜひですね飲み物以外のチャレンジとかちょっとこう工夫みたいなこともしていただけたらいいのかなと思っております。今日はですねちょっとハッカレー茶の飲み方っていうところでちょっとこういう形でご紹介させていただきました。また何かわからないことありましたら気軽にお問い合わせいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。